ジャンということでこちらです、中華ラーメンジャンさんです。ドンということでやってまいりました、先端端麺辛さいただきます。サリガップ、こんにちは、ノブです。ノブ沖縄情報チャンネル始まります。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしよかったら最初にチャンネル登録、横にあるベルボタンを押していただければ通知が届きますので、ぜひよろしくお願いします。ということで本日はですね、先ほどまで実はライブ配信してたんですけど、すいません、ライブ配信もし見ていただいた方でこちらの動画を見られた方、本当に申し訳ありません。 iPhone の熱暴走で突然ストップしてしまって、しかもですね、バッテリー充電してると思ったんですけど、なんかうまく充電ができてなかったみたいで、ほとんどバッテリーがなかったので申し訳ありませんが、そのままブチって切れたまま終わらさせていただきました。本当に申し訳ありませんでした。まあそんな話はさておいてですね、この動画を見られた方はラーメンですよね。ということでタイトルにもある通り、これからお昼ご飯行きたいと思います。そしてタイトルにもある通り、担々麺いただきたいと思います。担々麺、熱いかな、汗かくかなと思いながら、結構今日いい天気でですね、本当に汗かきそうな日なんですけど、まあ、ちょうどこの終わったですね、こちらの読谷村のところでお昼ご飯どこかないかなって、そして今ペイペイ祭りやってますよね。僕の動画そういったお得情報もお届けさせていただいているので、ぜひチェックしてほしいんですが、そのペイペイ祭りのペイペイクーポン 20% 還元やっているお店、この周辺にないかなと思ったらラーメン屋さんがあったので、そしてですね、結構 Google の評価は高くてですね、しかも沖縄のローカルテレビですけど、そちらで紹介されたみたいなんですよね。なのでちょっと気になったので行ってみたいと思います。それでは行きましょう。じゃんということでこちらです、中華ラーメンじゃんさんです。こちらですね、まあちょっと分かりづらいかもしれませんが、読谷村のメインの通り、残波岬とか二来ビーチに行く道ですね、58号線から残波岬とかに抜けていく道沿いに、こちらのラーメンじゃんさんあります。こっちに上りに担々麺で出てるんで、担々麺が美味しいんだと思います。それでは行ってみましょう。では入ります。ガラ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 。ということでお店いっぱいのようです。ちょっと待ちます。っていうか、まあ多分次ぐらいなのですぐ入れると思いますが、メニュー見ながら待ちたいと思います。ということでメニューこちらです。外でメニュー見てますが、ちょっと光ってて見にくいかもしれませんが、この辺がメインですね。鶏そば、サンラータンメン、タンメン、そしてここか、さっき言ったやつですね、揚げ揚げ飯でご紹介されました。ということで四川担々麺です。多分これにしようかなと思ってますが、いろいろあります。辛味噌ラーメン、担々麺、そしてサンラータンメンといえば、この前本格台湾料理屋さん行った時に食べましたね。もうこっちはなんか結構お皿、皿ラーメン、皿うどんみたいな感じですね。そしてあとこっちラーメン定食なんかもあるようです。いろいろありますね。普通の醤油ラーメンとかもあるんですね。こんなのもあります。まだ麺類いろいろありますね。牛肉スタミナラーメン、白スタミナラーメン、麻婆ラーメン、もやしラーメン、五目ラーメン、ふわとろ天津麺なんかもありますね。美味しそうですね。そして丼物も結構いろいろあります。天津丼とか中華丼、スタミナ丼、結構いろいろありますね。天茶、中にチャーハンが入ってます。こんなのもあります。そして定食もあります。酢豚に、ナス味噌、麻婆ナス、野菜炒め、チリ辛揚げ、結構いろいろありますね。チンジャオロースとか、エビチリ定食なんかもあります。こんなとこですね。シッシャイということで、この辺頼んでいきましょう。もうちょっと待ちます。ということで結構すぐ入れました。もうしばらく待ちたいと思います。うどんということでやってまいりました。先端端麺辛さ、並辛と中辛が選べるんですが、こちら並辛でございます。そしてランチタイムはですね、なんと小さいですがチャーハンつきます。チャーハンも美味しそうですね。それではいただいていきたいと思います。なかなかいい辛さ的な感じですよね。ちょっと辛さをスープいただいてみたいと思います。それではちょっとスープいただきます。それではいただきます。中辛なんでいい辛さですね。そんな辛すぎず、かといって全然辛さがないわけじゃなくて、何辛か、なかなか美味しいかと思います。いい感じです。それではちょっと麺もいただいてみましょう。こんな感じの麺でございます。よいしょ。それではいただきます。いただきます。
結構しっかりとコシがあってなかなか美味しいです。そしたらちょっとこちらのチャーハンもいただいてみましょう。こちらがいい感じですね。いただきます。それではいただきます。チャーハンもいい感じで美味しいです。それではちょっとスマホのバッテリーがないのでちょっと食べ進めたいと思います。いただきます。ということでまだまだ食べてますが半分ぐらいかな。なかなか美味しいですね。こちらのチンゲン菜入ってたり、あとミンチとか、まあ、ネギですね。白ネギですが、まあ、担々麺の一般的なものだと思います。四川担々麺なかなか美味しいです。それではもう一口いただきます。それではいただきます。うまい。担々麺と最後にこのミンチとかが残ってるのでもったいないですよね。いつも汁まで飲んでますが、もちろんこちらも汁までいただきます。それではいただきます。美味しい。ということでごちそうさまでした。唐辛子は残してますが完食です。ということでごちそうさまでした。美味しかったです。お腹いっぱいです。ということで本日もごちそうさまでした。なんかおかしいですね。なんかおまけ動画の始めみたいになってますが、おまけ動画ではありません。最後の締めでございます。ラーメンジャンさんで四川担々麺美味しくいただきました。しかもランチで半チャーハン、まあ、小さいチャーハンですけどいただいたので、あのチャーハンの量そんなに多くはありませんから、それなりにお腹いっぱいになりますね。普段ラーメンだけでお腹いっぱいになるので、もうさらにドンってきたっていう感じです。そして四川担々麺ですね、なかなか美味しいですね。久しぶりに担々麺食べましたけど、担々麺濃厚さやっぱりいいですね。そしてここの担々麺やっぱり美味しいかなと思います。テレビで紹介されただけはあるなっていう印象です。担々麺の何がどこが美味しいか違うかっていうまですいません分かりませんが、担々麺の濃厚さ、そしてあの辛さですね。並辛と中辛だったと思うんですが、並辛の方を注文しましたが、どっちの方が辛いんですかね。そういえば多分並辛の方が上にあったので、多分並辛の方が辛くないのかなと思ったんですが、十分な辛さでしたね。といってもなんかそこまですごい辛いっていうわけではないので、辛いのが苦手な方はちょっと大変だと思いますが、まあ、別に普通に辛いの食べれる方は全然美味しい味だと思います。ぜひ一度試してみてください。ちょっと動画上げるのどのタイミングになるか分かりませんが、 PayPay 20% クーポンまだありましたらお得に食べれますので、僕もクーポン適用して PayPay でお支払いさせていただきました。他にも auPay とかも使いましたね。その辺なかなかお客さんのこと優先で考えられてるお店で僕は嬉しいかなと思いました。ということで改めまして本日はラーメンジャンさんのご紹介させていただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報などを配信させていただいております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークラップ、バイバーイ。